佐賀藩十大藩主鍋島直政の生誕200年を記念し佐賀城本丸歴史館北側に建てられる銅像の原型が完成しました銅像の原型は23日佐賀市川添町の溝田川添事業所倉庫で公開されました銅像は立ち姿でおよそ4メートル 銅像を乗せる台座と合わせると高さはおよそ8.5メートルになります。銅像の原型はおよそ1年かけて製作されました。粘土で原型を作った後、石膏で型取りし、繊維強化プラスチックを流し込んで成形しています。銅像の原型は継ぎ目やバランスなどを修正した後、11月初旬に 富山県高岡市の鋳造会社に送られます完成は来年2月の見込みです